皆さんに質問です。この中で今自分が住民票を置いているところの人口を言える方ってどれぐらいいますか？意外にみんな知らないですよ、自分が住んでる町のサイズ。まず自分が住んでるところ、住民票があるところの一体現実、そこを知ってもらうことから始めることが地方創生だと思ってます。地方創生というのはすごく簡単に言っちゃえば2つのことです。1つは東京一極集中をやめるということで、2つ目が人口減を食い止めるということ。この2つを地方創生って言ってると思ってもらってもそんなに差し支えないと思います。じゃあ国は何やるのと。3つやります。1つはお金の支援、もう1つが人の支援で、3つ目が情報の支援をします。そのデータを提供するシステムのことをリーサスといって RESS なんですけど、地域経済分析システムの英語の名称です。あとはこのデータをどう考えて使っていくかがこれから地方にとって問われます。そのリーサスというシステムを自分たちで見てみたけど、この町のためにはこれがうちの会社はできるよとか、そういった今までのなんかこう要望の形とか提言の形とは全く違う具体性ある玉が皆さんから上がってくる時代になるんじゃないのかなと、もうそういうふうに期待をしてるんで、ぜひこれから一緒になって地方創生頑張っていきたいと思います。